動物日記。今日は、編集者にちょっと Q&A をしていきたいと思います。いつもの反対です。はい、はい、なら早速いきます。はい、5問、また5問いきます。1問目、5匹の中で一番好きな動物は？好き？難しいなぁ。はいはいはい、どうぞ。じゃん。あ、チワワですね。コタロウのチワワ、どうして？いや、やっぱりね、コタロウはもう7歳でしょ、うんうん、やっぱね、一緒にいる時間が長いんですよね、うんうんうん、だからその分思い出もあるし、はいはい、うん、これはね、もうダントツですね。はい、はい、はい、次、はい、はい、どんどんいきます。2問目です。はい、その今コタロウって出ましたが、うん、その中でも特に可愛いところ、あ、この子の、そう、それではスタート、うん、はいはい、どうぞ。じゃん、はい、笑いながら走るところ、どうして？そう、あのさ、あんたたちも分かる？分かる。コタが走る時ってすごいなんか楽しそうに笑うじゃん本当に笑顔で走るじゃん。もうあれはたまらん。うん、はい、はい、次3問目ですね。でれん、その5匹の中で、うん、最近ハマってる好きな遊び一番、あ、5匹の中の1匹と、あ、最近遊んでて、うん、好きな遊びを。あ、好きな遊びか。それではどうぞ。はいはい、どうぞ。遊びって言っていいか分かんないけど、やることでもいいでしょ。あ、いいよいいよいいよ。はい、どうぞ。じゃん、ティアととのチュー。そう、あ、なんかティアが抱っこしてると、 あのティアちょっとおいでよティアちょっと編集者のところ行って、編集者で上がってきてチューするんですよね。なんかそれがすごい可愛いなって思うのと、はいはい、あとそのチューした時に唇をね、なんか引っ張ってくるのね、引っ張ってくるのね。それもね、可愛くてね、よく2人で最近やってます。はい、次4問目いきます。でれん、これはそのミミ担当者とかティア担当者にもあったんですけど、うん、その大変なこと、大変なこと、そう、それではどうぞ。はい、オッケー。あ、じゃん、ハッチが運動しない。そう、これはマジで困ってる。一応ね、ランニングホイール入れてあるじゃん、はいはい、だけど全然運動しないし、確かに、そうで、大きいランニングホイールも買ったんだけど、あの、遊んでくれない。でずっと小屋の中にいてなんか寝てるから、なんか運動不足かなって思って、それが、はいはいはい、うん、一番かな。なるほど、はい、以上です。じゃあ最後の問題です。はい、次に飼いたい動物は何ですか？あー、次にかー、ティアの次にかー。できた。どうぞどうぞ。じゃんじゃん、黒色のチワワ。はい、どういうこと？コタはね、クリーム色でしょ、うん、あ、で、あの、黒色の、あの、ここになんかさ、うん、眉毛がある白い、うんうんうん、わかる？あ、わかるよ。チワワ、あれは本当に可愛いと思って、いつかは飼ってみたいなと思ってる、うん、で、名前は、あの、決めてる。知ってる、何？何、トラ、コタとトラ、うん、コタロウとトラジロウ、うんうん、って決めてる。はいはいはい、はい、そんな感じですかね。はい、じゃあ今日は編集者への質問でした。はい、はい、終わります。ありがとうございます。またね、チャンネル登録お願いします。はい、ミミちゃんじゃんけん始まるよ。ミミじゃんけん、ミミ